国民から集めた税金を不適切に流出、疑惑の真相は。2021年に秋篠宮家の長女の眞子さんが約4年の婚約期間を経て小室圭さんと結婚し、ニューヨークでの新生活をスタートすると発表されました。当時、小室圭さんは弁護士資格を取得していなかったこと、また眞子さんが結婚一時金を辞退したことから、物価の高いニューヨークでの生活は難しいのではないかと懸念する声が多く聞かれました。現在、小室圭さんはニューヨーク州の弁護士となって安定した収入を得ているようですが、眞子さんは依然として職探しに苦労されているとの情報があります。さらに、警備費用が国民の税金で賄われているのではないかという噂や、皇室の資産が不当に流用されているのではないかという疑惑も浮上しています。秋篠宮家に対する国民の厳しい目は変わらない中、次女の佳子さまが今年30歳の誕生日を迎えられ、近い将来、結婚により皇室を離れることを望んでいるとも言われています。今回は皇室の資産が小室夫妻に不適切に流用されているという噂と、秋篠宮家の次女の佳子さまが近いうちに皇室を離脱する可能性があると言われている背景についてお話しします。2021年、秋篠宮家の長女である眞子さんが小室圭さんとご結婚され、皇籍を離脱されました。2017年に行われた婚約内定会見では、お二人の仲睦まじい様子が大きく報道され、多くの国民が祝福の気持ちを表しました。婚約内定会見の席で、眞子さんは次のように語られました。小室さんは、私を優しく励ましてくださる存在です。最初に魅力を感じたのは、太陽のような明るい笑顔でしたが、人柄をよく知るにつれ、誠実で自分の考えと強い意志を持ちながら努力される姿、また物事に寛容に対応される姿に惹かれました。一方、小室圭さんはこのように話されました。私にとって眞子さんは月のように静かに見守ってくださる存在です。非常に愛情深く、確固たる信念をお持ちのところに強く惹かれました。しかし、その会見からわずか数ヶ月後、小室圭さんの母親と元婚約者との間に約400万円の金銭トラブルがあることが報道されたのです。その後、小室圭さんは突如アメリカに渡り、フォーダム大学ロースクールへの留学を開始しました。そして、互いを月と太陽に例えた婚約内定会見から約4年の歳月を経て、ようやく小室夫妻の結婚が実現しました。しかし、ニューヨークに渡る際、小室圭さんがニューヨーク州の弁護士試験に不合格だったことが明らかになり、小室夫妻の生活基盤を心配する声が各方面から上がっていました。そのような状況下で、週刊新潮が2022年5月のゴールデンウィーク特大号で、上皇夫妻から眞子さんへの生前贈与に関する記事を掲載したのです。当時、弁護士資格を持っていなかった小室圭さんの年収は約600万円程度と言われていました。この収入では、世界有数の物価高で知られるニューヨークで生活費や家賃を賄うのは非常に厳しいことは容易に想像できます。一方で、眞子さんには30年間にわたって支給されてきた皇族費などの蓄えがあり、その総額は1億円を超えると推測されていました。それでも、小室さんの収入が安定しない状況では、近い将来に資金が底をつくのは避けられない状況だったようで、そのことを懸念された美智子さまが、眞子さんに経済的支援をされたという内容でした。内定関係者は次のように語っています。実は、異国での不慣れな生活を心配された上皇夫妻が、お二人にとって最初の孫で特に可愛がってきた秋篠宮家の眞子さんに個人的な財産を譲渡されたのです。10月末には小室さんが1回目の司法試験に失敗したことが明らかになり、試験に合格するまでロークラークとして働き続けることになりました。このような状況に特に美智子さまが心を痛められ、当面の生活に困らないようにと、眞子さんの口座に約1000万円を振り込まれたとも伝えられています。すでに結婚祝いという名目で支援されたとも聞いています。物価が格段に高いニューヨークで様々な困難に直面していると思われる小室夫妻を援助された
上皇夫妻について一部では好意的に受け止める意見もあります。一方でインターネット上では皇室の個人資産について違和感を表明する声も多く見られます。特にこの一件においては、結婚に伴って皇族を離れる際に受け取ることができる結婚一時金の受け取りを眞子さんが辞退していたことも合わせて指摘されています。また自身の生活そのものが税金によって成り立っているため、私的財産はもともと税金だという意見も広がっています。生前贈与に関しては税金で生活費が支給されている中で、私的財産を蓄積すること自体が不適切だという主張もあります。さらに内定費として支払われている国民の税金を私的に流用していると捉えられるのではといった厳しい見方も聞かれています。現在は小室圭さんが弁護士となったことで安定した収入を得られているようですが、依然として眞子さんの就職先が決まっていないことから、ニューヨークでの生活費の工面に苦労されているのではないかとも言われています。2022年2月、眞子さんはメトロポリタン美術館に展示作品の解説文を寄稿され、同美術館で勤務を始めるのではないかと見られていました。しかし日本でも大きく報道されて、素人っぽい解説文との評価とともに飛び交った憶測は、メトロポリタン美術館への就職には結びつかない結果で幕を閉じることとなりました。眞子さんはイギリスのレスター大学大学院で博物館学を学び、修士号を取得されていますが、ワシントンの博物館職員は博士号を持つ人材が主流だと言います。加えてこの時期には新型コロナウイルス感染症の流行により職員を解雇する博物館が多数あったため、博士号を持つ人材でさえ就職が難しいという厳しい状況があったようです。そのような時期に特別な実績のない眞子さんが、もしメトロポリタン美術館に採用されていたら日本の元皇族だからという批判が殺到することは想像するのも難しくありませんでした。そのため博物館側も眞子さんの採用には非常に慎重になっているという現状があり、現在も就職先が決まっていないという状況のようです。夫婦共働きが一般的となっている現代の日本の風潮もあり、専業主婦である眞子さんに対して国民の厳しい目がより強くなっている面もあるでしょう。またニューヨークでの小室夫妻の警備費用が現在も国民の税金から支出されているのではないかという疑念も生じています。元皇族であれば皇籍離脱後は一般人となるため、警察の警備は原則つかなくなって、宮内庁職員による送迎もなくなるそうですが、状況に応じて警察の警護対象となる場合があるそうです。例えば上皇夫妻の長女である黒田清子さんは、結婚から約20年が経過していますが、どれだけ時間が経過しても完全に警護がなくなることはないようで、元皇族である以上警備は必要不可欠だと言われています。皇室が国民の税金で運営されている以上、透明性のある資金管理がなされるべきであることは言うまでもありません。また週刊誌では美智子さまが眞子さんに生前贈与された資産は天皇ご一家の共通資産から流用された可能性があるとも指摘しています。さらに上皇夫妻には現在でも約50名もの職員が仕えているとのことで、隠居生活を送られている上皇夫妻になぜそれほどの数の職員が必要なのかと疑問視する声も上がっているのです。これまでも美智子さまの金銭に関する話題は多くのメディアが取り上げており、天皇ご一家の倹約精神とよく比較されています。例えば代替わりに伴う引っ越しの際には、天皇ご一家の引っ越し費用が850万円だったのに対し、上皇夫妻は4000万円かかったと言われています。一方で天皇ご一家は皇居の改修工事費用の余剰分を引っ越し代に充てられたとのことです。天皇ご一家の倹約精神は様々な場面で見られており、皇族という地位に決して慢心することなく、国民と同じ目線に立つ姿勢を示しておられます。例えば皇后陛下はご成婚前に着用されていたコートを現在に至るまで大切に着こなしておられたり、同じドレスを複数回着用されるなど常に贅沢を控えておられる様子が見られます。皇室担当記者によると、雅子さまはお召し物やアクセサリーをリフォームやメンテナンスをしながら
繰り返し使用されています、と質素な生活を心がけておられることを明かしています。また、天皇陛下は、雅子さまとご結婚される以前から、金銭の使い方に関して、慎重な考えをお持ちだったようです。1985年、25歳の誕生日の記者会見で、当時皇太子であった天皇陛下は、理想のお妃像について、次のように述べられています。結婚相手として、自分と価値観を共有できる人が望ましいと考えます。具体的に言えば、美しいものを見たときに、それを美しいと評価でき、大切なものは大切だと認識して、丁寧に扱える人、贅沢を避けるという意味で、金銭感覚が自分と同じ人が良いと思います。例えば、ニューヨークのティファニーに行って、あれこれ品物を買うというのは、ちょっと困ります、と贅沢を控えるというお考えを強調されています。さらに、敬宮殿下は、新型コロナウイルス感染症で、苦しむ国民に寄り添いたいという強い思いを示され、ティアラの新調を辞退されています。敬宮殿下が、青年の儀で身につけられたティアラは、叔母である、黒田清子さんから借りられたものだったのです。天皇ご一家が、贅沢を控えるという姿勢を一貫して示しておられる一方、美智子様は、衣装への強いこだわりをお持ちであることで知られています。その衣装代は年間数億円を超えていたとも言われるほどです。元宮内庁職員で美智子様に仕えていたこともある高知誠一氏は美智子様の衣装代で最も驚いたのは単なる記念撮影のためだけにマントドクールを注文されたことです。マントドクールは現在では高額で派手すぎるため皇室行事では使用されていませんが戦前はローブデコルテよりも格式が高いものでした。美智子様は、フランスの老舗メゾンに、マントドクールを発注され、その金額は、およそ2000万円ほどでした、と明かしています。華やかで豪華な衣装を身につけられることの多かった美智子様は、衣装代にかなりの出費をされていたようです。令和の時代に入り、天皇ご一家が、質素倹約を心がけておられる姿が、多くの国民から支持を集める要因の一つなのでしょう。さて、秋篠宮家は、小室問題が起きて以降から、不穏な噂が絶えませんが、現在数少ない成年皇族の一人として、積極的に公務をこなされる佳子さまにも、注目が集まっています。佳子さまは現在、姉である眞子さんから引き継がれた、日本テニス協会の名誉総裁などの役職に就かれており、賓客として、海外を訪問されるなど、多忙な日々を過ごしておられます。今年5月にはギリシャとの国交樹立125周年を記念して同国を訪問されました。佳子さまのお姿は現地の新聞でも連日のように取り上げられ、東洋のダイアナと形容した新聞もあったそうです。日本ギリシャ文化観光年の記念行事に出席された佳子さまは、杏色のワンピースを着用されていましたが、これは姉の眞子さんから譲り受けられたものだったそうです。これまでも、佳子さまと姉の眞子さんは、非常に仲が良いことで知られており、眞子さんが皇室を離れられる際にも、お二人が抱き合って、別れを惜しむ様子が印象に残っている方も多いのではないでしょうか。佳子さまの青年記者会見でも、眞子さんについて語られる場面がありました。姉は、何でも相談できる頼もしい存在です。姉と過ごす時間は、とても楽しいので、よく姉の部屋で、時間を過ごしています。今は海外にいるので、あまり会うことができず、寂しく感じることもありますが、時々連絡を取り合っています、と話されています。さて、佳子さまは、2024年12月に、30歳の誕生日を迎えられます。頼りになる存在である、姉の眞子さんが結婚して、皇室を離れた年齢と同じです。佳子さまは、青年記者会見の場で、結婚については、将来的には希望していますが、現在は考えていません。理想の男性像は、一緒にいて落ち着ける方が良いと思っています。結婚で皇籍を離れる女性皇族の役割について、議論がされていることは承知していますが、先ほど結婚については考えていないとお話ししましたように、まだ私にとって、実感として捉えられる段階のものではありません。とお話しされています。また、大学を卒業された際の会見では、結婚の時期については、遅すぎず、適切な時期にできればと考えています。と回答されていました。
これらのご発言から30歳を迎えられる佳子さまが結婚により皇室を離れられるのはそう遠くない将来かもしれないと噂されています。また佳子さまは皇室を離れることに強い意志をお持ちで、女性宮家の設立に関する法改正がなされる前に結婚されるのではないかとも言われています。ある秋篠宮家関係者は、佳子さまは皇室を離脱することを望んでおり、皇族の数を維持するための皇室典範改正の動きに対して焦りを感じているようです。そのため法改正が実現する前に結婚をしたいとお考えのように思いますと見解を示していますが、真相は定かではありません。2024年に入って以降から皇族数の確保を目的として提案されてきた女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持できるという案に関する議論が本格的に進められています。こうした法改正の議論は現在に至るまで見通しが立っておらず、佳子さまにとって大きなプレッシャーとなっていることでしょう。将来的にこの改正が実現された場合、佳子さまと結婚される方は準皇族とも言える立場で公務に参加することも求められるかもしれません。神道学者で皇室研究者の高森明憲氏は、女性皇族のパートナーに関して、まず配偶者が皇族になるかならないかで、お相手が国民の理解を得られる人物かどうかという判断基準も加わります。さらに言えば、自分が皇族になるとなれば女性皇族と結婚することをためらう方もいるでしょう。このような状況が続く限り、佳子さまがご結婚に踏み切れないとお考えになるのも無理はないことだと思いますと指摘し、積極的に公務をこなされている佳子さまの心情を案じています。また佳子さまは一連の騒動に対する批判やバッシングに苦しむ姉である眞子さんの姿を最も身近で見てこられたとも言われており、結婚相手に関する情報はかなり慎重に扱っておられるようです。ある皇室ジャーナリストは、今回報じられたお相手の実家は3代続く地元で評判の良い歯科医院です。さらに学習院出身で、秋篠宮ご夫妻とも交流がある方のようなので、眞子さんの時のようなトラブルが起こる心配はないと思われます。また佳子さまは、国民からの反対意見が多かった眞子さんの結婚を一貫して支持しておられました。そのため眞子さん以上に皇室を離れることに強い意志を持っていると言われていますと話しています。しかし現在、皇室内で公務を担う皇族の数が減少していることが大きな問題となっており、佳子さまもタイミングを見計らっておられるのではないかと言われています。また正式な法改正を待って、将来皇位を継承する可能性が高い悠仁さまをサポートする役割を担うのではないかとも言われています。いずれにしても、姉である眞子さんの一連の出来事が佳子さまの結婚観に影響を与えたことは間違いないでしょう。上皇夫妻から小室夫妻へと皇室資金が不適切に流用されたかどうか真相は不明ですが、皇室は国民の税金なしでは運営できません。佳子さまの結婚が近いと噂される中、結婚祝いとして再び皇室の資金が不適切に使用されないことを願うばかりです。さて、このエピソードについて海外から様々な意見が寄せられていますので、その一部をご紹介します。眞子さんは自ら皇室を出られた以上、一般人と同じように生活するべきではないでしょうか。わざわざ物価の高いニューヨークに住み続ける理由は何かあるのでしょうか。財産といっても元々は国民の税金ですよね。なぜそれが不適切に使用されることになるのか理解できません。皇族としての身分を手放した以上、援助を受け続ける理由はないと思います。日本で暮らしているなら、まだしも世界一物価の高いニューヨークで専業主婦として生活していくなんて非常に贅沢なことだと思います。元皇族である以上、税金が使われるのはある程度仕方ないことだと思います。自ら望んで皇室に生まれたわけではありませんからね。引退された方が大きな影響力を持つことには納得できません。国民が生活に苦労している中で税金の使い方を改めて検討すべきだと思います。以上、海外から寄せられた意見の一部をご紹介しました。皇室の財産という表現に関して、元々は国民の税金であり、私的に流用することは
適切ではないのではないかと疑問を呈する声が多く上がっています。一方で皇室を持つ以上、元皇族にもある程度は税金が使われるのは避けられないとする意見も一部で見られました。世界情勢に伴う物価高騰や経済活動の低迷で国民生活が混乱する現在、皇族に対する税金の使われ方について慎重に議論される必要がありそうです。皇后陛下と敬宮殿下の大きな心の支えとして長年見守ってきた助官、新しい時代の幕開けとともに皇后陛下のお姿を目にする機会が増えたことは、多くの国民にとって大きな喜びとなっているのではないでしょうか。皇后陛下はこれまで後継者問題に関する社会からのプレッシャーに悩まされ、今もなお療養を続けておられます。そんな苦悩の中で、皇后陛下に仕え天皇ご一家を静かに支え続けた助官がいたことをご存知でしょうか。今回は天皇皇后両陛下、そして敬宮殿下に献身的に仕え見守り続けたある女性についてお話しします。新元号の幕開けから新たな天皇皇后両陛下がご即位されて早くも5年以上の歳月が流れました。これまで幾多の困難に直面されながらも、現在も療養を続けつつ、温かな微笑みで私たち国民に寄り添われる皇后陛下のお姿は、多くの人々に勇気を与えているに違いありません。そんな優しさにあふれる皇后陛下のおそばには、天皇陛下をはじめ常に多くの支えがあったと言われています。例えば皇后陛下が療養中であった時期、故高円宮憲仁殿下のお妃である久子様が皇后陛下の大きな心の支えとなったと伝えられています。久子様はイギリスのケンブリッジ大学を卒業後、通訳として働いていた際にカナダ大使館の晩餐会で高円宮憲仁殿下と出会い結婚されました。明るい笑顔が特徴的な久子様は、いつも周囲の雰囲気を和ませる存在だったそうです。久子様は皇后陛下の内面から溢れ出る美しさに触れ、第一ティアラを身につけるために生まれてきたと称賛されたこともあったそうです。2002年、高円宮憲仁殿下がスカッシュの練習中に突然倒れ急逝されましたが、その際に特に心を痛められたのが皇后陛下だったと言われています。高円宮憲仁殿下は天皇陛下にとって兄のような存在だったそうです。高円宮憲仁殿下はご成婚前の天皇陛下と皇后陛下を宮廷にお招きになり、仲を取り持つ役割を買って出られたと伝えられています。また久子様も海外での滞在期間が長く、社会人としての経験も豊富でした。さらに民間から皇室に入られたという点でも皇后陛下と共通点があり、苦悩を分かち合う中で絆を深めていったのでしょう。皇后陛下は多くの人々に支えられていたようですが、中でも天皇ご一家に長年仕えた岡山助官は皇后陛下にとって大きな支えとなり、また敬宮殿下からも非常に信頼されていたと言われています。2024年7月17日、第10回太平洋島サミットが日本で開催され、天皇皇后両陛下がご出席になりました。このサミットには14の国と地域から来日した23人の首脳夫妻が参加し、天皇皇后両陛下は飲み物や軽食を囲みながら和やかに歓談されました。6月末にはイギリスへの公式訪問も行われましたが、帰国後も休む間もなく公務にご出席されています。各所で穏やかな笑顔を見せられている皇后陛下ですが、その裏では長年仕えてきた岡山助官との別れがあったのです。岡山助官は天皇皇后両陛下のご成婚の翌年、1994年1月に東宮御所に着任し、長きにわたって天皇皇后両陛下に仕えました。2011年1月からは4年間東宮助官長代理も務めるほど非常に信頼されていた女性だったと言われています。皇室解説者の山下真嗣さんは、侍従職の助官や東宮助官は国家公務員試験の合格者や宮内庁からの出向者ではなく、皇室にわたってお世話をする侍従と同じく、よりプライベートな領域に関わります。信頼関係が重視される職種であり、人脈を駆使して
適任者を探し、採用しているようです、と内部事情について説明しています。侍従や助監は清掃や洗濯などに携わる職員を統括したり、皇族方に随行して、国内外の出張や泊まり勤務も行う重要な役職だといいます。岡山助監を長年知る宮内庁関係者は、30年間、両陛下に仕えてきた岡山助監は、行事での所作に精通しており、祭祀などで装束をつけるお服上げにも詳しく、天皇陛下や他の職員からも信頼を得ていました。近年は大ベテランの助監として、他の助監を指導助言する役目を担っていました。ふっくらとした容貌や体格からお母さんという雰囲気があり、温和な語り口や優しい雰囲気が全く崩れない女性です。メディアを警戒して淡々と接する助監も少なくない中、岡山助監は分け隔てなく記者の問いかけにも応じ、非常に温厚な人柄で知られていました。このため、幼い愛子様にとっても安心感を与える存在だったと聞いています。と、岡山助監の人柄について語っています。岡山助監は、学習院大学を卒業後、児童養護施設でのボランティア活動をはじめとした、福祉分野に深く関わってきました。東宮助監となったのは、ご主人と死別されてからだったようですが、その後も、高齢の母を娘と介護しながら、宿直もある激務をこなしていたそうです。岡山助監の強い責任感や、献身的な姿勢は、天皇皇后両陛下から信頼を得る大きな要因の一つとなったようです。また、敬宮殿下にとって、岡山助監はおばあちゃんのような存在だったといい、敬宮殿下からも慕われていたといいます。そんな岡山助監は、皇后陛下が困難な時にあっても、一途に仕え、献身的に支え続けた、天皇ご一家にとって特別な存在だったのです。2004年、皇后陛下は適応障害の診断を受けられ、環境を変えることを目的として、軽井沢にある別荘にて、療養生活に入られました。この出来事に、メディアでは、天皇陛下と別居といった言葉や、離婚危機などといった、心ない報道がされました。この突然の移動にも、岡山助監はいつも通り穏やかで、軽井沢での療養生活に必要な荷物や、生活用品を運び入れ、身辺の手伝いをしていたといいます。どんな時にも穏やかな岡山助監は、療養に入られた皇后陛下にとって大変安心できる心の拠り所になったことは言うまでもありません。また2010年3月には当時学習院初等科2年生だった敬宮殿下が学校に通うことに困難を感じられ、後に不登校騒動としてメディアに取り上げられました。原因は乱暴な児童がいたこととされていますが、この時にも敬宮殿下を支える岡山助監の姿がありました。皇后陛下と敬宮殿下の後ろに荷物を持つ岡山助監の姿がカメラに捉えられたのです。この頃には皇后陛下の私的なお出かけにもほぼ毎回に近い頻度で岡山助監が同行していたといいます。例えば、敬宮殿下が4年生の時、山梨県の山中湖で行われた2泊3日の校外学習に皇后陛下が同行されました。この時も皇后陛下に付き添い荷物を運ぶ岡山助監の姿がありました。敬宮殿下にとって信頼されるおばあちゃんのような存在であった岡山助監の献身的な支えは、敬宮殿下の登校への不安を和らげることに、一役買ったことは容易に想像できます。2024年、敬宮殿下は学習院大学を卒業され、日本赤十字社に就職されました。敬宮殿下がお生まれになったその時から、近くでその成長と苦労を見守ってきた岡山助監は、敬宮殿下の晴れやかな笑顔をどれだけ誇らしく感じたことでしょう。長きにわたり、ベテラン助監として、天皇ご一家に仕えた、岡山助監は、7月12日付で、その務めに幕を下ろしたのです。敬宮殿下の卒業、就職を見届けることができたことは、岡山助監にとって、大変な喜びであったことは言うまでもありません。さて、助監とは、皇族方に仕える職員のことを指します。ある宮内庁関係者によると、侍従や助監には定年はなく、多くの方が70歳前後で退職されますが、岡山助監は77歳まで使えました。病気などの理由は聞いていませんが、年齢もあり、
職務を果たせなくなったと判断されたのでしょう。何よりも皇后陛下のイギリス訪問と敬宮殿下の就職を見届けた後、一区切りをつけられたのだと思います、と語っています。皇后陛下と敬宮殿下は岡山助監の長年の献身に感謝の意を表され、退職の際には贈り物をされたと伝えられています。その詳細は明らかになっていませんが、これまで30年間にわたり、家族のようにそばで支え続けてきた岡山助監との別れは、天皇ご一家にとって大変惜しいものであったことでしょう。岡山助監の皇室への献身が、今後も長きにわたって語り継がれていくことを願うばかりです。さて、令和へと代替わりがあって以降、皇后陛下の輝かしい活躍は、国内外のメディアに取り上げられ、注目が集まっています。特に平和への訴えや福祉活動に尽力される天皇皇后両陛下のお姿は多くの人に感銘を与えていることでしょう。2022年10月、天皇皇后両陛下は国民文化祭の開会式などに出席するため沖縄を訪問されました。美しく透き通る海が人々を魅了する沖縄はかつては戦場となり多くの犠牲者を出すとともに深い傷を負った地域でもあります。この訪問で天皇皇后両陛下は国立沖縄戦没者墓苑に足を運ばれ平和への祈りと犠牲者への追悼の意を表されました。天皇皇后両陛下は遺族一人一人に深い慈愛の心を持たれ丁寧に接しておられたといいます。さてこの日沖縄は30度に迫る猛暑であったといい、ある高齢者男性は熱中症用の症状を呈し地面に倒れそうになったといいます。その瞬間、皇后陛下はそっとその男性のそばに寄り添い、男性を支えようとされたのです。こうした皇后陛下の細かな気づきや配慮は、国民一人一人への寄り添いを象徴するものとして、称賛されました。また、2022年11月、天皇ご一家が上野の国宝展を訪問された際にも、皇后陛下の細やかな気配りが注目されました。天皇ご一家は貴重な国宝を観覧して回られ、学芸員の説明に耳を傾けられておられました。記念写真の撮影の際、初回の撮影では、敬宮殿下のお姿がはっきりと映っていなかったようです。そのことに気づかれた皇后陛下は、天皇陛下にそっと耳打ちをされたといいます。そして、天皇陛下が側近に撮影のやり直しを提案され、皇后陛下がさりげなくご自身の位置を調整されたことで、再度撮影された写真には、敬宮殿下もはっきりと写っていたようです。ここでも皇后陛下の細かな配慮に、称賛の声が上がりました。人柄が垣間見える繊細な配慮に加え、皇后陛下は海外メディアでも6カ国語を自在に操る超エリートと報道されるなど、その輝かしい学歴でも知られています。皇后陛下はハーバード大学経済学部を卒業し、天皇陛下とご成婚される以前には外務省に入省され、外交官として社会人経験をお持ちです。また皇室に入られて以降も、その明晰な頭脳と洗練された所作がたびたび話題となっています。当時のアメリカ大統領であったビル・クリントン氏とロシア大統領であったボリス・エリツィン氏を招待した晩餐会には、ご成婚からわずか1ヶ月であった皇后陛下が出席されました。この晩餐会で皇后陛下が2人の大統領の間に着席され、英語とロシア語を巧みに使って会話されているお姿が報道されたことは、多くの国民が大変誇りに思ったことでしょう。また、2019年5月には、当時のアメリカ大統領であったトランプ氏とメラニア夫人が国賓として来日していますが、その際には通訳を介さず流暢な英語を話されるお姿が話題となりました。トランプ氏は皇后陛下の優れた外交能力を称賛し、日本は男女で役割があり、厳しい家父長制の皇室というイメージがある。そのような中で凛とした姿で素晴らしい能力をお持ちの雅子さまは、新しい女性のあり方を確立する存在なのでは、と語ったといいます。また、皇后陛下が、自らメラニア夫人の手を取られ、お二人が頬を軽く触れ合わせる。ません。このような文化的背景がありながら、
皇后陛下がメラニア夫人に対してチークキスを行ったのは、メラニア夫人がアメリカ出身ではなく、スロベニア出身だということをご存知、日本文化を伝えることに非常に熱心に取り組んでおられたといいます。特にハーバード大学在学中には日本文化を伝える取り組みを積極的に行っておられたそうです。曲をピアノで演奏されていたといいます。また、日本の言葉や伝承遊びなどの文化を紹介する、様々なイベントを企画、運営されるなど、日本文化の発信、わかりやすく説明していたそうです。この時の皇后陛下の様子について、ハーバード大学の学友であるリーサさんは、こう話しています。日本に興味を持って質問をする学生には、写真やガイドブックなどを見せて、説明を怠りませんでした。ハーバード大学の学生のように、教育を受けた者こそ、世界に自国の文化などを伝えていかなければならない。と言っていました。中でも印象に残った言葉として、日本人には心の奥ゆかしさや慎み深さというものがあって、主張だけではなく相手の心を思いやることができると語っていたのを思い出します。私も当時は日本についてあまり知らなかったのですが、彼女の説明を聞いているうちに興味を持つようになりました。雅子はとてもピュアで、そんなところがアメリカ人から好感を持たれたのだと思います。大変な努力家でもあり、他人との関係はどんな状況でも平等でありたいと願っていました。それはきっと日本人にも届いていると思っています。と、当時の皇后陛下の人柄について言及しています。皇后陛下が皇室に入ることを決意された理由の一つには、もっと日本を知ってもらいたいという強い信念が影響していたのかもしれません。1997年に行われた当時皇太子妃であった皇后陛下のお誕生日に際するインタビューでは、記者から皇族として海外の方にどういうことを感じ取ってもらいたいと考えていますかという質問がありました。皇后陛下はお客様のいらした国に関する様々な事柄を伺ったり、またその方が持たれた日本に対する印象を伺うことを大変楽しみにしております。外国からのお客様に接する中で感じることは、おそらく日本に対する期待の高さです。それと同時に、近代化の中で日本がどのようにして伝統や固有の文化を守ってきたか、ということに対する関心が非常に高いということを感じます。お客様から日本について様々なご質問を受けることもございます。このような時には、日本の姿をなるべく正しく伝えることができるように努めております。また、そのような外国のお客様には、なるべく日本のいろいろな面に触れていただいて、新しいもの、古いものを含めて、なるべくたくさんのところをご覧いただければ、嬉しく思っております。皇居などで、外国からのお客様に、お目にかからせていただく機会も多くございます。大勢のお客様から、天皇皇后両陛下の、大変ご誠実なお人柄に、深く感銘をお受けになった。とおっしゃっていただくことが多く、そのことが深く心に残っております。天皇皇后両陛下が、これまで外国との友好親善の中で築いてこられたことについても大切にし、お客様とのつながりを大切にしていきたいと思っております。その意味でも、お客様一人一人との、人と人とのつながりというものを大切にできたらというふうに思っております。と述べられています。皇后陛下となられる以前から、日本の文化を世界へ発信するお立場として、強いお気持ちを持っておられたことが伺えます。海外に長く滞在されていた経験から、誰よりも日本人としての誇りを心に抱いておられたのかもしれません。天皇皇后両陛下が行われる皇室外交は、言語の壁を越えて、
日本のおもてなしの精神を世界に広く発信する大切な機会となっていることでしょう。2019年にはベルギー国王夫妻との会見ではフランス語と英語を使い分けて会話されていました。さらにフランスのマクロン大統領夫妻が来日された際には天皇皇后両陛下がフランス語で穏やかに会話を交わされています。このように多言語を駆使した皇室外交は友好親善を実現させる上で大変重要な要素となっていることは言うまでもありません。これまで皇后陛下は多くの苦難に直面してこられましたが、天皇陛下や岡山助監をはじめ多くの職員と力を合わせて困難を乗り越えてこられました。そうした辛い経験があるからこそ、皇后陛下は誰よりも優しい心で国民一人一人に寄り添う姿勢を体現しておられるのでしょう。今後も天皇皇后両陛下が多くの職員そして国民から敬愛され続け、令和の御代が長く続くことを祈るばかりです。さてこのエピソードについて海外から様々な声が届いていますので、その一部をご紹介します。適応障害を乗り越えられ穏やかな笑顔を見せておられる雅子様をとても尊敬します。これからの活躍を期待しています。長年雅子様を支えた職員がいたことをとても嬉しく思いました。久子様の存在や岡山助監の存在はとても心強かったことでしょう。苦しい時に信頼できる人がそばにいてくれることは大きな支えになったでしょう。令和になり雅子様をお見かけする機会が増えてとても嬉しく思っています。雅子様の慈愛深い思いやりに感動しました。語学力を生かした国際親善での今後の活躍に期待しています。雅子様が国民に寄り添うお姿に感動しました。岡山助監の存在は雅子様にとって大きな励ましになったことでしょう。以上、海外から届いた声を一部ご紹介しました。30年間にわたって皇后陛下を支え続けた岡山助監の温かい姿に感銘を受けたとの声が多く聞かれました。また皇后陛下の外交力を称賛する声とともに今後の活躍に期待する声が多く寄せられています。今後も令和の御代が長く続くよう、私たち国民も皇室の活動を支え温かく見守っていきたいものです。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。